先週は feet、と inches を使って、身長を言う練習したけど、見てくれた今回はその続きで、気温、重さ、距離の単位を見てみようアリィト、バジーナ、アイエロ、フォニックスアメリカの単位 Part 2!No.1 まずは気温、フェーフェーフェイト。世界中ほとんどの国は摂氏、セルシウス、を使っているのに、アメリカはカシ、フェーフェイト、を使うんですよね。<Woo! S 1> 実はカシにも分かりやすいポイントがあるよ。それは30、50、70、82、90、100、 3 0 degrees f a h r r e e zing 菓子では3 2二度で水が凍るから3 0度は凍っちゃうっていう感じロサンゼルスでは3 0度以下になることはほとんどないけどアメリカの他の町では寒波が来てマイナスの気温になることもあるよ5 0 degrees f a h h r e e n i t cold これはだいたい冬の東京の最高気温ぐらい。 ちょっと寒いけど、なんとかなる。70 degrees Fahrenheit. Nice. これはちょうど気持ちいい気温。一年中、セントラルヒーティングを75度に設定している人もいるよ。そして、歌詞の82度は、摂氏の28度。私は数字を逆さまにして覚えてます。個人的には、この温度を過ぎると暑くなってきたなぁという感じ。 90 degrees Fahrenheit, hot. これは、い。それから風邪をひいたとき、体温計で100度を超えると熱があるということになります。重さは pound. One pound は、 約 454g。ざっくり言って 500g 弱だよ。間違いやすいのは LB、LBS のように書いてあるけど、p o パウンド、パウンドって読むんだ。<Wow. S 1> アメリカのスーパーでははかり売りが多いですよね。ひき肉2パウンドください。Can I have two pounds of ground beef? Can、I、have two pounds of ground beef? <noise> でも、デリなんかでハムとかチーズとか1パウンドは多すぎるからちょっとだけ欲しい時はどうするのその時にはコー1パウンドとかハーフパウンドで買うといいよ。コー1パウンドは4分の1で1 1 3ーフパウンドは 二分の一で約2百二2 7グラム。このサラミ、クォーターパン p ください。Can I have a quarter pound of the salami? Can I have a quarter pound of the salami? ちなみにアメリカで体重を言う時はパウンドなんですがイギリスではストーンという単位を使います石何個分って面白い数え方だよねナンバー3長い距離はマイルスピードはマイルスパーアワー1マイルは約1.6キロだから5マイルっていうと8キロぐらい。 アメリカでも学校ではマイルランと言って1マイル走ららないとだだから同じだね I hate the mile run. ああスピードは日本では時速何キロっていいけどアメリカでは時速何マイルは mph って書いて mph って読むよ車の最高速度は住宅街ではだいたい時速25マイル 時速キロになりますフリーウェイはロサンゼルスは 65mph で時速1 0 5キロ。田舎の方だと 80mph 時速1 2 9キロのところもあるよ速いよね<ー> This やったありがとう穂高さん みんなも「ハッシュタ i p h o n e 2 f a r トをつけてツイートしてね。待ってるよ。待ってるよ。チャンネル登録もお願いします。次のビデオも出たねね忘れないで、ね See you later,